はい、お疲れ様です。マッピーです。装甲の秘術コレクション回していきます。ソウルスキルを持った新ゴマが7体登場ということで、 S ゴマ3体に A ゴマ4体がこのガチャからは排出されるんですけど、今回の新スキルソウルというのはね、全部デッキをソウルスキルで固める必要があり、さらに神ゴマ6枚以上、魔ゴマ6枚以上という条件があるので、過去最多の新登場キャラじゃないかな。もうそのなんだろう、おびただしい数いるんですよね今回。ストラクチャーセットとアディショナルパックとイベントコイン交換と、そしてこのガチャということでね、相当新キャラが多いんですけど、まあ、その中でね、その4つのね入手手段の中で、まあ、1個この装甲の秘術コレクションっていうのは回しておく必要はあるかなというか、ソウルデッキをね真面目に使うならこのガチャのキャラゴマ全部強いんでね、回していこうかなと思います。特にエリーゼが強いと思うんで、エリーゼのために頑張りましょう。マツパックね回していこうかなエリーゼのためにですね、よろしくお願いします。あ、そうだ、新キャラのあれだな、エリーゼ以外のキャラゴマもちょっと性能をね見ていこうかなって思ってたんだった。まあ、その前にこのマツパックを引いちまったんで、これでエリーゼが出たらめちゃくちゃ楽なんですけどね。一応今回ちゃんと天井もあってね、このガチャのね天井確か20ポイントだっけな。はい、あー、これラプンツェルです。髪長いね。まあ、ラプンツェル引けたのはいいね。でこのラプンツェルもちょうど今出たんでね、性能解説しますと、こんな感じですね。消費霊魂1で1100の特殊ダメージ与えて25貯めるのを3ターン、3の場合は1400の特殊ダメージ与えて霊力10貯めるを3ターンということなんで、シンプルに火力は下の霊魂3の方が強いですね。ただ霊力の溜まり方っていうのは上の方が高いということなので、状況に応じてね使い分けていくようなものとなってて、コンボスキルの霊魂もね雷撃ということでさらに霊力も貯めれるので、まあ、コンボもねなかなか強いかなとは思いますね。まあ、いわばソウルデッキ版ウィブサニアみたいな性能ですね。3ターンスキルなんで、はい、まあ、当たりだと思います。ラプンツェル強いと思うんで、普通にね今度動画出すときにラプンツェルは編成しようかなって思うわけなんですけど、やはりそれでも俺はエリーゼのために頑張りたい。テレッサは正直、まあ、回復スキルってことなんですけど、どうなんだろう、これ強いんかな。2ターンでね完結できるのはいいんですけど、そんなに回復がめちゃくちゃ多いわけじゃないんですよ。だってこれ消費霊魂1で1000の回復2ターンってことは、やってること、まあ、実質一種けど変わんなくないですかね。霊力貯めるっていうのはめっちゃ強いんですけど、エリーゼが手駒にある状態だったらテレッサ強いのかな。まあ、多分俺は入れない気はするな。火力出した方がいい気はするし、で英語マンはねアウラとかもいい。あ、アウラじゃねえわ、アエラか。でもアウラっていうキャラゴマいるよねアエラというわけですよ。オーディン配下、アスガルド所属の天使バルキリーの一人と。オーディンの配下なんだね。霊魂を3倍にしてやるかどっちかを選べるわけと。2ターンの間雷撃ダメージですね。で霊魂を消費した方が雷撃のダメージは高いんですけど、まあ、パッと見雷撃のダメージそんなに変わらないし、霊力5ってなった時に、今回のなんだっけ、新リーダーか、 あいつが霊力1につき20の雷撃って考えた時に、この消費霊魂1で霊力15と消費霊魂3で霊力10だったら火力差ないですね。おそらく上選んだら 5×20 で100で、下選んだらその5の違い、霊力の5の違いっていうのはあるんですけど、まあ、ほぼ変わんないよね。あ、でも2ターンの間千雷撃の方が100高いのか、下選んだ方が100火力が高いのか。まあでも一応その辺もねエリーゼとかと組み合わさるとちょっと変わるかなっていうところあるし、で光ちゃんは、まあ、これも1ターンで使えるタイプですね。まあでも1ターンで使えるタイプはね入れといて損はないというか、まあ、いわばイオフィエルみたいな感じなんで、これも欲しいね。はい、まあ、ちょっとコンボスキルが8枚以上っていうのあるんですけど、でこの中でもねこのロンロンはねちょっと引いといた方が良さそうなんですよね。言うたら花鳥風月でいう睡蓮的ポジションなんですけど、これ表になってる間そのターンに消費したニャルツにつきね、その霊力の溜まり方が変わってくるんですよ。でしかもその霊力の溜まり方もね1と3でさ10も変わるんで、基本的に、まあ、ロンロン出した後霊力その霊魂1消費っていうのが多くなるかなっていうか、戦術の幅がだいぶ広がるんで、こいつをね最速で変容器できればそれそれでめちゃくちゃ仕事するし、リーダーをブーストするようなもんなんで非常に強いかなと思いますね。ロンロンは引いておきたい。でカリナ、はい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 、1400の毒ダメージで40貯めるか、2000の毒ダメージで15貯めるかって感じですね。まあ普通に使うなら消費霊魂1の方で、ちょっと時間が足んなそうだなというか、相手削りきるの1だと遅いかなって場合は消費霊魂3の方にするのがいいのかな。でコンボスキルが霊力放出ですね。40貯めてから1当たり10の特殊ダメージ与える。これもまあ強いんじゃないかな。ただコンボが使うタイミング
をしっかり考えないといけないところはあると思いますね。霊力を保持ってことなんで全部霊力もなくなっちゃうんで、そこは注意ですね。はい、霊力保持しちゃうともう霊力ないんで、当たり前か小泉公文みたいになっちゃった。はい、その霊力がねソールドアウトしちゃうんでね、ちょっとうまいこと言ったわ今ソールドアウトですよこれ。ソールドアウト、ソールドアウトコラボしてくんねえかなオセロニアビギーモー実装しようぜ。で全部霊力を保術した後にあって言おうぜソールドアウトコラボ来ないかなワンちゃん。でも俺思うのはブリーチの第2弾とか来ないかなっては考えてんですよ。10月から宣伝決戦編やるし、でブリーチのコラボねオセロニア1回やってるんですけど、ソウルソサイティ編までなんですよね。なんでアランカル編とかやってほしいな。うん、無月一号とか出してほしい、マジで使いたい多分無月一号多分とんでもない霊力放出スキルだと思うんですけどねやるとしたらあとはウルキオラとかグリムジョージャガジャックとか出してほしいですね。よろしくお願いします。はい、ブリーチコラボ第2弾楽しみにしてます。まあ、来るかとか知らないけど。さてさて、君は光ちゃんか。光っていい名前してんな。いいね。で今回は33連引いたらサービス1回分もらえるってことなので、ポイントの貯まり方もね早いんですけど、天井がね確か20ポイントだったんですよ、そのエリーゼの天井。サービス分引けるとはいえ、かけらの消費は相当しないと天井までいかないってことなので、まあ、ガチャで引いておきたいところというか、もうガチャでね、さっさと回収したいところなんですけど、引きはそんなに強くなさそう。OK、英語もしっかり揃っていく。さあ、頼むぞ。今のところはラプンツェルを松パックで回収してるんで、あとはテレッサか、エリーゼなんですけど、エリーゼのために。すべてはエリーゼのために。もしもピアノが弾けたなら、エリーゼのためにが弾きたい。ちゃんと S は出てるんですけど、おお、そこで止まるのはちょっと心臓に悪いんちゃいますか。あー、ヘーラン、お前は今からソウルスキルに生まれ変わってこいさあ、ここサービス分引いといて、サービス分で出たら一番嬉しい。かけらの消費も少なくて済むからな。 OK、 虹のかけらの混入確認。頼むぞ頼むぞ、エリーゼ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 っていうお菓子なかったっけなんか、あ、最後の1枚だからこれ確定じゃん。新ゴマ確定、新ゴマ確定です。エリーゼ、よしよしよし、でかい。お、オッケー、これもう終わっていいんじゃね。英語は全部回収したよね今。英語は全部回収したよね。でラプンツェル回収できた、まあ、テレッサ以外全部回収か。オッケー、これクソ紙引き、クソ紙引きですこれ。でテレッサどうしよっかな。確かリーダーが S ゴマなんですよ、デュエルなんで今回の新スキルってなんで、このエリーゼと、まあ、今出たまあ、エリーゼとラプンツェルで一応 S ゴマ3枚リーダー含めて3枚埋められるから、まああとの1枚をこのソウルコインで手に入るコマであったりとか、一応アディショナルパック買ったんだっけ、アディショナルパックのキャラゴマにするか。それで一応動画撮れるな、撮れるね。ガチャからはもう A ゴマも全部撮れたしな、上等でしょ。デュエルエボリューション、うん、アディショナルパック、アディショナルパックです。俺もこれ買ったんでね、一応かけらももらえるんで、これね、ソウルスキルに興味ある人は買っていいかなと思うんですけど、これどうしようかな。え、これ全部手に入れてるんだろうね、S ゴマこれ。キャロライン。キャロライン4ターンか、ちょっと長えな。スノーでも HP60% 以下か。ケイロフツ、3ターン。でも毒か、でもそんなに火力出ないな。でもね、やっぱマゴマの HP 高えな。すごいね。これすごい。あと、A ゴマとか揃ってるんで、英語はこれなんて言った ?1,2,3,4,5,6,7 体か。で、さっきの4体とリーダーであれとあれとあれと、あ、組めるな、ほぼほぼ。ほぼほぼ組めるわ。OK。ってことで、ソウルスキルね、ソウルデッキまたちょっと動画で出していこうかなと思いますわ。うん。テレッサ引けなかったけど、まあ、テレッサ別になくてもなんとかなるじゃろ。ってことで、紙引きでした。ありがとうございました。ここで撤退します。ソウルスキルでした。はい、走行の秘術。皆さん回してみてください。回した方ね、リーゼのためにどこまでかけらが、使ったのかとか、ありましたら、どうぞコメントよろしくお願いします。かけら節約できたのは嬉しい。はい。今後とも頑張っていきますんで、高評価、チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。